せたか。お、変なこと起きとるって。サマノスケの死体の目の前にサマノスケ出てくるって。こんなことあんの。戻ってきたぞ貴様。こっちカコノスケね。だ過去で死んだら普通こっちも死ぬくね。おお、鬼武者になった。ごつー。超これ見て、再び地獄へ叩き。さすが第六天魔王、この姿見て動揺せんのや。さすがといったところだが、これはどうかな。なんかま、なんか毘沙門拳、これ体力に乗ってる。あれ、なんだ今の減り方。今までガードしてたのか。3回切ったら終わったぞ。すごこういう腹筋がすごいの今の。まだこんなものではないわ。こっちは幻魔の力をもらってるわけだからな。幻魔武者対鬼武者、どここれ。なんだよこれ。でかっ。炎の魔人じゃん。ごつー、かっこいいな。なんかゴキガガガキゴみたい、肌の感じ。ひたすらこうや。強っ。あ、はいはいはい、やべ。これ何、これ何を、何を回収してんの。はい、わかんねえ。あー、これ食らってるな。レーザー無理だな。これくるくる回っときゃいいんじゃない。今いてー、後ろ取りたいけど取れねえや。やめてー。お、なんかよけれた、ラッキー。おっ、うわ、危ねえ。はいはいはい、あれ、これ何回でも使えるわけじゃないのか。やべ、なんか時間が切れた。なんかモードが左のさ、ゲージが溜まってたんだけど、あれ何だったんだ。これ溜めることでなんか、なんかあんのか。これマックスにしたらいいのか。まず左上のやつを、何が溜まってんのか分かんなかった今。いった、これ倒れてる。どうせ開催決まってる。よし、マックスになった。で、マックスになってる間にこいつ使いまくればいい。で、回復してと。やめろ。なんだ、はいはいはい、やばそう。これ振り回す気か。いいて。一応色でわかるな、特性が。これは試練だから。これさ、使えないの、封印白風。これ何、せせ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 、よっしゃ、なんか溜まった。幻魔の力もいただき、ほらー、いた。
しょ。逃げんじゃねえ、かっこいいイフリートじゃん、マジで。いけ、おもろすぎるだろこのラスボス戦。痛い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 、長くない、おぶな、一旦回復しよう、弾薬。なんかコンパチブルカイザーみたい。カメラが追いついてない。もうガード取れないからな、ガードしきれないのか、クソ。はいはいはい、いやーこれまずいな、逃げろ逃げろ、当たった、これダメなんや、隙あるなこれ。いやこれやばそう、これやばそうじゃない、これきそうじゃない、泣けるな、回復するか。こんな状況でも、思い出に救急箱だからな、もっと待っていけんな、さすがにな。ジャックと、違う、パリに行ってたよっていうことを。お、これとどめさせばいいんだよ。おい、させないの。終わり？パリにいた思い出に救急箱だけは残しておこう。倒したっぽいな、これ。どこだったんだよ、これ。なんでここ帰ってこれたの？鬼と玄馬が共鳴したら異世界連れてかれるんだな、謎の世界に。はまだ生きてる人間、こちをね、下天のうちを比べれば。これなんだっけ、夢幻のおとなり。これいいよってやったやろ、人間50年って。タイトル人間50年だったっけこれ。まだありそうだな。あ、でもなんか正気みたいに出てるよ。見事なものよ。え、あ、あ、吸い取ってる。え、え、ごといってる。あこ。やった、サマノスケ。玄馬の王を封じ込めた。約束は果たしたぞ、ジャック。そして鬼の一族よ。サマノスケ、逃げなきゃ。倒したってことでいいのか、これ。天正10年6月2日、本能寺の変、織田信長、家中にて没する。だが、人の伝えの歴史もまた存在する。今ここに、鬼と玄馬の長きにわたる戦いは一度の幕を下ろした。ひとたび？うん。エピローグっぽいな。楓は？今回楓いなかったな。完全に別行動したのか。もうジャックにも会えないしな。もうでもまだ玄馬って鬼の固定はまだあるんだな。信長がいなくなったら終わりなのか。お、え、何やってんの。アコじゃん、アコまだいるんだ、カラス天狗のアコ。サマノスケ、アコ行こう、早く行こう。なんかちょっと大人びた声、子供っぽくないぞ。まあ、戦いを経験して明智様の助と成長したんやろな。長の長きにわたる戦いは幕を閉じた。しかし新しい旅はもう始まっている。
信長を封じ込めた鬼の小手を封印するまで彼らの旅は続く。あ、そうだ、どこで封印するんやろ。鬼武者3クリアだなこれで。いやー、ちょっと長きにわたる鬼武者シリーズ。まあ俺が動画としてやったのは2、3、新鬼武者の3作なんですけど、鬼武者自体はね、前作、1、2、3、新鬼武者とやっているので、まあこれにて、俺はもう、余すことなくかわからんけどな。楽しんだ。これで、明智様之助編は終わりか。もう早すぎてもうようわからんわ。ありがとな君たち。いやー、おもろかったね。なんか新鬼武者も含めて4作あるんですけど、まあ幻魔鬼武者ってのもあるけどね、あるんですけど、3が一番異色じゃない？やっぱ未来というか現代というか2004年の世界をサマノスケが旅するってだけでももうすごいからな。しかもそれがパリだからね。パリで現代のパリと過去の日本、まあ、京都あたりで起きる出来事、これこんな噛み合わなそうな二つががさ噛み合うかね。いやー、まあ、最後は信長の倒し方はあれで良かったのかっていうのはあるけどね。毘沙門剣と鬼無双でただひたすら殴り続けるっていう。まあ鬼武者というかサマノスケパートに関してはね、まあ、いつも通り、ワン、ツーとかに、続いて、いつも通りのね、剣撃って感じだったんですけど、ジャック編がちょっとむずかったな、やっぱ慣れなかったし、ため切りとかね、使っていくと、たたい1は、なんかなかなかね、できなくて、やられていって、行くみたいな。もうね、本当にね、白羽織がないと、無理だった。危ねえ。白羽織あってよかったよ。ただ、普通のね、通常攻撃に関しての、制圧力はね、よかったね。やっぱ強い武器、パワータイプの武器強化してよかったわ。地獄符とか、氷砕球か。あの辺をね、強化しててよかったわ。うん、やっぱりパワーは全てよ。解決するね。まあ忍者とかにはちょっとね弱かったけどね、避けちゃうから。俺のプレイング鬼武者1をスピードランやってたとか言ってた割にはど下手くさやった気がするわ。いや、一戦のタイミングは全然わかんねえ。もうちょっとうまくやりたかったな、動画的にも。スタイリッシュにやってるやん。こいつ、このプレイヤー、うまくねえか？おい。こいつは未来の鬼武者3スピードランナーやで、みたいな、なるのをね、ちょっと、夢見てたんですけどね。夢でした。ただの夢でしたね。はぁ、あ。またなんか、鬼武者シリーズがね、まだあればね、また引き続きやっていきたいんですけどもね、もうないですよね。え？中国語？中国語とかあった？あ、俺がまだやり残したことがあんのかな？わからんけど。まあ、封印されてた白風とか、紫電。あれもどうやっていいかわからんしな。
あ、そういえばあれ、ミシェル編の話しなかったな。ミシェル編がね、まあ、今回に関しては、なんか、爽快感ってよりかは、なんか、万能感なんか、無双感で言うと、ミシェルパートだったな。鬼無双を持ってるジャックとか、毘沙門剣装備したサマノスケとか、がもう、日にならんぐらい。ミシェルパートが一番、サクサク進んだわ。あれでよかったんかなって思うけど。ミシェルとジャック、ミシェルがね、ミシェルとアンリとかのその、絆っていうのが良かっただけに、最後、マジ森蘭丸やってくれたよな。あいつのことを蘭丸って呼ばねえわ。みんなは蘭丸って言ってるかもしれないけど、俺は森って言ってくわ。あの森マジ許さねえわ。2回も殴られてたからな、ジャックに。平八どうだったの？本当に死んじゃったの？いや、俺ね、正直、その、キャラクターで言うとね、新鬼武者にさ、天海っているんですよ。同じような槍使いみたいな。天海が、俺、平八かなと思ってたんだよね。南攻防天海。で、あ、なんだ？あれ？これ、平八じゃない？あ、ちげえわ。単純に足軽だった。槍持ってた。槍持ってたからそうだと思っちゃったけど。誰？あ？お前、まだ生きてるやついるよな。そういえば。だろうな。上様亡き後はこの秀吉のちゃんか。ここか、秀吉。新鬼武者に続くって感じだな。新鬼武者は新鬼武者で、まあ毛色は違うけど、同じ戦国の世だからな。プレイ時間、サマノスケの方が長いんだ。俺、ジャックの方が結構やってるなと思ったんだけど。え？俺、ジャック全然魂集めてないんだな。一戦を決めた回数。サマノスケ53回、ジャック35回。魔空空間、アイテム獲得ポイント。は、え？ 40。これは？いいのか？だいたい100だよな。50、50で100だよね。どうだろう、鬼武者なってるかな。はい、橋武者。いいのか、これは。どうなんだ。まあ、落ち武者とかがまだ下にありそうだから、まあ、それよりかは良さそう。どうなんだろう。ランク見えねえからな。特定にミニゲームが追加されました。ゲームモード、まあ、難易度かな。コスチューム、まあ、この辺は試練の封印が解け、ライザントが追加。そういうことか。クリア後特典なのか。それ持ってたら使えるよってことね。じゃ、どっかにあったんだ、公園。マジかよ。あの時の武器が、みたいな、できたんだな。うわぁ、どこだ？全然記憶いないぞ。これで OK かな？え？もういいよ。無限に続くんかい。特典。ミニゲームとかはまあやらないですけど。サマノスケ一生。あれ、ジャックの一生がない。平八ブライデン。本編では語られなかった平八の活躍を描いたミニゲームです。鬼射的。すげえ気になるじゃん。すげえ気になるけど、まあクリア後コンテンツだからな。まあ俺の動画ではやらないでおこうかな。まあ、他の人がやってるかもしれんけど、動画で。平八ブライデンやってるかもしれんけど。まあ、ちょっと野暮かな。まあ、気になるけどね。はい、ということで、鬼武者3、ストーリーね、クリアしたので、ここで終わりたいと思います。いや、公演とかね、ちょっとまだやり残したことあるだろうけど、
その修練とか全部クリアしたらね、アイテムもらえてたんで、その中にそういったアイテムあったのかなーなんて思うんですが、いろいろね、ちょっと後悔というかやり残したことはね、あるんですけど、ここで終わりたいと思います。それじゃあ見てくれた方ありがとうございました。またね、別のシリーズでお会いいたしましょう。それまで皆さん良い旅を、良い日々を。さよなら、さよなら、さよなら。